時間となっております高橋元日の能登半島地震で被災された皆様に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。先週、被害の大きかった珠洲市、並びに液状化被害のあった内灘町かほく市に伺いました。 自治体からは、最大の課題は水と住まいだとお話がありました。復興は息の長い取り組みになりますが、水と住まいは生き抜くためには、一刻も早く確保しなければなりません。全国から水道部の職員が連日、数百人単位で応援に入っております。仮復旧でつないだ水道管も見ました、本当に頭が下がります。そこでまず国交大臣に伺いますが、上水道は4月から国交省の所管になります。 公共事業として補助率が上がり、それを4月を待たずに前倒しして対応しているということは承知をしております。上下水道は一体として事業を進める必要があると思いますが、国はどう支援していくのか伺います。国土交通大臣、斎藤哲夫君。はい。あの、高橋委員ご指摘のとおり、被災地の皆様にこれまで通り水を使っていただけるようになるには、水道と下水道の両方が使用可能となることが必要です。 そのため、上下水道一体となった一刻も早い復旧が重要と考えております。今回の災害対応にあたっては、従来の自治体の相互支援の枠組みに加え、国土交通省、厚生労働省からも現地に職員を派遣し、石川県、市町、日本下水道事業団、日本水道協会とも連携して、関係者一丸となって復旧に取り組んでいるところであり、例えば、水道と下水道の復旧工程を共有して、 効率的なな進捗をを図るなどの取り組みを行っておりますまた財政面では、厚生労働省において、本年4月以降とされていた水道の災害復旧事業に対する補助率かさ上げにつき、前倒しで適用することとされたと承知しております。えー、上下水道一体となった早期復旧に向けて、今後、全国の自治体からの応援技術者の増員や、工事従事者の増員に向けた関係団体への協力依頼と 現地の支援体制の強化をさらに進め,る進めるなど、技術面、財政面の支援に全力を挙げて取り組んでまいります、下水道を通さないと、上水道を通しても水が流せないという話を今、厚生労働大臣からも聞いたところでございまして、しっかりあの頑張っていきたいと思っております、はい、高橋千鶴子さん。はい、あのここ一体となっているというところに、大変力を込めていただきましたので、ありがとうございます。あの上とし あの上水と下水であの県と市っていうふうに分かれている場合もあるので、それも含めてねあの必ず連携があのあのつながるようにお願いしたいと思います。それで水道管の耐震化なんですが、これぜずっと叫ばれていたんだですが、全国平均まだ41.2％に対し石川県は36.8％にとどまっています。被災した水道管の復活復旧においては当然耐震化も必要だと思うあのそのための改良復旧になると思いますが、厚労大臣の見解を伺います。 厚生労働大臣見君あの被災した水道管を耐震化して復旧することにつきましては、これまでも、上水道施設、それから災害復旧費、および簡易水道施設災害復旧費補助金におきまして、構造物の耐震性を確保することによる復旧等についても、これ、対象にしております。えー、今般の,の半島地震によるに よるこの水道施設の災害復旧においても、これまでと同様に取り扱うことになっております高橋子君のしっかりとお願いしたいと思います。二日付の日経新聞によれば、熊本地震が震源から約40キロ先で液状化起きたのに対し、今回の地震は石川県だけでなく、震源から160キロも離れた福井、新潟など、各広範囲にわたっております。 2日の国交大臣の会見では、液状化により1万件を超える、えー、甚大な宅地被害が発生したとあのおっしゃっています。熊本モデルでやるというあの話が現地で聞こえておりましたが、液状化対策は公共事業として復旧すること、熊本では被災者負担がなかったと聞いておりますが、確認したいと思います。委員長国土交通大臣、斉藤哲夫君。はい あの平成28年、熊本地震では、液状化による宅地被害が発生した地域におきまして、地方公共団体が実施する液状化による被害が再び生じないようにするための公共施設と臨時宅地等の一体的な液状化対策、宅地と公共施設、一体としてやるこういう考え方に基づいて、防災安全交付金による支援を行ったところでございます。 この液状化対策に要する事業費の負担のあり方については、地域住民の方へ負担を求める場合も含め、地方公共団体において判断されるものと認識しておりますが、 熊本地震における液状化対策については、地域住民の方へ負担を求めない形で実施されたものと承知しております。えこの度の能登半島地震により、液状化被害を受けた地域についても、先般決定した被災者の生活となりわい支援のためのパッケージにおきまして、宅地等の復旧に引き続き、地方公共団体が行う公共施設と臨地宅地等の一体的な液状化対策を支援する。 こ被と災とし,した方々が安全に、安心して住み,み続けられるよう、熊本地震における取り組みも踏まえ、地方公共団体が実施する液状化に関する住民への情報提供や、液状化対策への支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております、はい、高橋千鶴子さん、はい。液状化はすでに、テックフォースなどの調査が入り、7年かかると言われたと、自治体は途方に暮れていました。 だから、見通しを示すということがとても大事だと思っております、また、熊本を踏まえとおっしゃっていただきましたので、あの限りなくあの負担がな、被災者の負担がなくなるようにと、一体でということが、メッセージとして大事だっていうふうに思ったんですね。時間はある程度かかります、合意形成の難しさもあります。7日付の毎日新聞には、内灘町で、この家は捨てますという、70代の男性の声を伝えていました。 確かに何,あの何もかも傾き、歪んだ町、これを歪んだ状態を見て、あるいは幾重にもひび割れた家屋を見るとね、復旧した姿がイメージできないかもしれないんです、だけど地盤は公共で住民負担なくやれること、家屋はもちろんあの公費解体をするわけですから、あとは上物をどうすれば、そこだけなんだと、公営住宅も含めた。 住宅再建の選択肢もあるんだということが大事だと思います。あの私自身あの20年前は中越沖地震でえ出会った被災者たちが何度も話し合いを重ね、かつ復興基金によって自己負担を減らし、団地の再生を果たしたそうした方たちにも合っています。もう一度言いたいと思います。戻りたい人が戻る道があるんだと、それを政府としても全力で応援するということをあの大臣におっしゃっていただきたいです。 国土交通大臣斉藤哲夫君、はい、あの先ほどご答弁申し上げましたとおりあの、しっかりとこれまでの例も踏まえながら、あ地域社会が復活するように、われわれも安全、えー、防災安全交付金を使った形、しかし最終的には、あの合意形成も含めて、えー、地方公共団体が決断される、まあ、その決断、えー、しやすいような環境をわれわれ作り出していきたいと思います。 金沢市もね液状化などの被害はあるものの、中心部の被害が少ないということから、二次避難を含め、多くの避難者の受け入れをしています。ここで表面化しているのが、医療機関が一時避難所などから救急搬送された、そういう被災者の退院後の行き先なんです。 1>, 1月30日付、北国新聞は、南加賀を中心に、28日までに延べ2837人受け入れたんだけれど、そのうち6割が高齢者で、退院先が決まらないと報じました、また同日の北陸中日新聞では、病院が介護施設化している、こういう関係者の声を報じました、本当にあの胸が潰れる思いです。 私も医療調整会議をやって本当に緊迫していた病院の方たちの意見を聞くことができましたが、救急搬送された被災者に、退院後に必要なのは介護ということなんです。金沢市は2日現在、わが党市議の調べによると、特養や老犬などの施設、61あるうち、51施設が受け入れているんですが、すでにキャパを106%超えて受け入れております。一日一日逼迫している状況、待ったなしです。 政府が1.5時の避難所や福祉避難所、介護施設への福祉人材の派遣要請を全国にあの行っていることは承知しています。しかし、定員緩和が先に来て、人が配置されないことはあってはなりません。人材確保に特別な手当、財源も含めて厚労大臣います厚生労働大臣、武見敬三君。あのー 避難生活が長引くことが見込まれる中で、この被災者の命と健康を守り、災害関連死を防ぐことは、まあ、特に重要な課題でありますで。病院から退院される方も含めて、高齢者などの要配,要配慮者に、県内外の高齢者施設への避難をしていただく取り組みを進めております。で県内の受け入れ先確保のために、高齢者施設における避難者,避難者の受け入れに当たりましては、 日常サービスの提供に著しい支障がない範囲で定員を超過して受け入れとも差し支えないということにしておりますおおよそ目安10%ほどではないかと思いますがこの石川県の近隣県においてもさらに協力を要請をしております また厚生労働省におきましては、避難してきた高齢者等を受け入れている施設や、それから1.5次避難所において不足する介護食品等のニーズを丁寧に把握した上で、関係団体と連携をしまして、全国からの応援職員の派遣を実際に実行しております。でご指摘のの介護職員等の派遣に係る人件費、料費 宿泊費等の諸,諸費用につきましては、基本的にはこれ、災害救助費等の連載対象となるわけでございまして、厚生労働省のホームページの中でもこれは周知させております。で引き続き県や関係団体と緊密に連携をして、被災者の命と健康を守るための必要な人材の確保、復旧した施設の復旧・復興の支援を含め、現場のニーズに即して対応していきたいと思います。 こうしたときに、介護報酬の引き下げの,あの報道っていうのは、現場に大変落胆をさせていると思うんですね。あの介護の派遣を要請する中で、離職者の方たちも今回、本当に現場に行ってくださればいいなって思うし、今回の応援を通して、介護職に復帰してくれればいいな、そう思うんです。そのためにはやっぱり本格的な処遇改善 やっていかなければならならいこのこととをね強く求めたいと思い思ます今朝の読売新聞は、自ら被災しながら、懸命に対応してきた看護師さんたちがやめたいとおっしゃっているかなりの方が、もうすでにそれを意向を示しているということであります。 本当にこんなことがあってはならないし、先ほどあの大臣110、110%まではね、なんとかとおっしゃっていましたが、あの繰り返しますが、枠を広げて、職員がいないということだけは絶対に避けていただきたい、そのために特別なやはりね、財政支援もね、災害救助であの出すのは当然だけど、それだけでは足りないと私は思うので、重ねて指摘をしたいと思います。で最後にです、ね、政府がパッケージを出して これまでは、えー、プッシュ型であの、初動はね、プッシュ型でやってたけれども、これからは被災地のニーズに基づくプル型にしていくんだと、これ大事なことだと思います。問題は、誰がそのニーズをつかむのかっていうことなんですね。県庁の6回に現地対策本部はあるんだけど、あれせいこれせい、あれどうなっていると。 もうこればっかりだと、もっと現場に任せてほしいという自治体の声もありました、あるいはパッケージね、こういうのもありますよってお勧めしてみたんですが、それはいいかもしれないけれど、それを被災者に紹介し、こんな支援策があるよとマッチングしてくれる、あるいはこれを町の事業として成り立たせる、そういう人がいないのだと言われました。総理が先月の党委員会で、現地にミニ霞が関を作ると話していました。 支持するだけなら現地で行かなくてもできるんです。本当に一緒に苦労しながら、知恵も出すし、すぐ応えてくれる職員を送り出すことこそ、必要な国の役割ではないでしょうか国務大臣、松村義文君お答え申し上げます。まず、支援パッケージでございますが、国から押し付けたものではなく、あ,のあれを作るにあたりましては、現場のニーズをとらまえて、また過去の 経験も生かしながら今回の支援パッケージ取りまとめたところでございますご指摘のようにあの被災地の職員の方々も被災をなさっておられます大変あの疲弊をしているとも伺っておりますその上で全国からの県市町村の職員の皆さん方にもまあ、あの過去の経験のある方やいろんな知見のある方を 派遣をしていただいて、もちろん国,でも国もそういう形でございますけれども、いろんな相談に乗りながら、現在対応をさせていただいているところでございます。また、あのそれぞれの支援パッケージの中では、各省庁においては、すでにオンライン、また被災地での説明会、相談窓口の設置、こういったものもやりきめ細やかな え、対応を進めていただいているところでございます。やはりあの、このフェーズでやっぱり必要なのは、先生ご指摘のように、伴走支援のできる方々、こういう方々が必要だと思っております。例えば、えー、中小企業庁が行います、なりわい再建支援、こういったものは、制度は分かったけれども、どう進めていいのかわからないという、それぞれの方々がお悩みになります。すでに全国商工会連合会であるとか、 会議所の方にお願いをいたしまして、こういう方々、東日本であったり、熊本地震であったり、こういうところでの経験のある方々の派遣もお願いできないかということで、えー、2週間ほど前にはお願いをしておるところでございます、引き続き丁寧な対応をやってまいりたいと考えております高橋静子君あの。大臣、誤解なさらないように、押し付けたって言ったらパッケージのことじゃない,ないんですよ。パッケージはいいけどそれを ちゃんと形にできるためには、やっぱり今おっしゃったような伴走支援が絶対必要だという意味ですので、あのあのぜひよろしくお願いします、終わりますこれにて、高橋さんの質疑は終了いたしました。